麻痺側の外旋をなくしたい。リハビリにはその人に合う、合わないがあります。というのは、100人おれば100通りの後遺症の症状が違います。ある時期ではそのリハビリがダメだったのに、ある時期ならいいということもあります。これはそのリハビリのやるタイミングです。ある時はまだそのリハビリのレベルが高くて、1ランクを落としたレベルの低いものですれば、成果が出てくるというものです。目標が高すぎて夢のような理想になっているのです。今はレベルを落として、理想に近づく一歩手前のリハビリを行います。さて歩いていると麻痺側が遅れるかのように、外側につま先が向くことがあります。最初はならないのなら、歩行のための持久力がないことが考えられます。疲れてくるからそうなるのですから、歩く距離を徐々に増やして、長い距離でも歩けるようにします。また麻痺側の道が高くなっているかもしれません。麻痺側を高く上げないといけませんから疲れやすくなります。分回しや外旋してあげると楽に歩けます。というのもつま先が上がらない人は、つま先を上げなくても歩けるのが外旋歩きです。外旋歩きは、つま先を上げなくても、あまり気にしなくても歩けてしまうからです。1センチメートルでもつま先が上がれば、外旋歩きをしないで済みます。つま先上げのリハビリが大事になります。足裏に荷重して、麻痺側を振り出すときに、つま先と股関節を意識して歩く練習をします。PT に見てもらうと、どこが悪いのかすぐ指導してもらえるかもしれません。自分でするときは、ひまひ側の足の動きを感じて強く記憶します。その記憶を麻痺側にも応用します。麻痺側の動きが悪いのは、正しい動きの記憶を忘れてしまっているからです。リハビリでは、ひまひ側との比較が大事です。それには意識と記憶が大切になってきます。動きと記憶を高めるには、コグニサイズを行うといいです。コグニバイクも記憶と運動を連動させてくれます。有酸素運動もできて力になってくれます。今や研究が進んで様々なリハビリマシンが登場しています。自分の弱点を見つけて、強化してくれるマシンを利用します。罹患弁当を乗っていると、麻痺側の外旋が出てくるかもしれません。ということは外旋にならないようにと、初めは頑張れているのです。何回か罹患弁当を乗ることによって、外旋にならないことの力がついていっていることになります。持久力もついて、歩行距離も伸びて歩けるようになるでしょう。ペダルは単に漕ぐのではなく、かかと、土踏まず、つま先、足裏全体とどこで漕いでいるのか、意識を変化させることによって、歩行にいい変化を誘導します。そうすることによって、以前より麻痺側のコントロールができるようになります。